はい、こんにちは、ジャングです。はい、どうも。最近ね、朝はね寒くてね、昼は暑いですね。朝は結構ね、服着てね、服 3,4 枚着るんですけども、結局昼になったのこれですね。はい、はい、てな感じでね、今日はね結構質問、結構ないですけど、まあ1個あったんで質問で言いますけど、質問があったんですけど、開墾の中にね、僕のような海上コンテナトレーラーって言って、まあ、コンテナごと配達するようなお仕事になります。はい、でそのコンテナの中は何が入っているのとか、どんなの運ぶんですかっていう質問があったので、それに答えようと思います。はい、まあね、僕、まあ、初めて何箇所、数箇所しかね配達まだ行ってないんですけど、はい、まあどうですかね、まあ僕まだ数箇所しか行ってないんですけど、まあ僕が運んだ中では、まあね、その塩とかね、米俵にぎゅうぎゅう詰めで積んでる塩とか、あと何かな、塩とか、あとね、皆さん大好きなタピオカの原料、まあタピオカ、もちろんね、タピオカの丸ね、つぶつぶの状態で運ぶわけじゃないんですけど、もともとあれ白い粉なんですね、タピオカって言ったらね、まあ小麦粉なんか、小麦粉と一緒の成分なんですかね、タピオカ、ちょっとよくわからないですけど、タピオカの粉を原料の、タピオカの粉の原料を運んでますね、触れ込んでパパパッとぎゅうぎゅう詰めに、タピオカの原料をね、ボンボン皆さんのタピオカミルクティーの原料を運んでおります。はい、やっぱね、ここ数年多分タピオカが結構多いみたいですね。で、先輩が言う曰く、もうちょっと前からタピオカが結構バンバンね、海外から粉を輸出して、それを食品会社に行って、その食品会社がタピオカの黒のあのね、粒にして売るっていうね。はい、大体だからね、中国かどっから輸入しとんじゃないですか、タピオカの原料の粉っていうのはね。はい、あとね、日本でゴミくずになったプラスチックの、もうそれ、そこそもプラスチックを粉々にしたような感じ、早を言えばプラスチックをお米の粒ぐらいにしたものがあるんです。それをもう袋詰め、パンパンに詰めて袋詰めして、プラスチックの米状態のやつをもうパンパンに袋詰めして、それをボンぎゅうぎゅう詰めに積んで、でそのプラスチックの粒々を海外に輸出して、タイかベトナムかな、どっかに輸出して、それをタイかベトナムでまたね、皆さん大好き100円均一の商品になって日本に戻ってくるんです。はい、だから結局日本のプラスチックのゴミを送って、多分まあちょっとよくわからないですけど、ベトナムとかね、その100均プラスチックのゴミとかあんまないんじゃないですかね。日本が多分結構プラスチックのね、リサイクルが発展しとって、そういうね、リサイクルを使わなくなったプラスチックを粉々にして海外に輸出して、またそのタイとかベトナムの方が、まあ多分あっちの方が人件費安いから多分そうしとるんじゃないですかね。うん、でその出来上がった、例えば100均のね、まあスマホホルダーでもいいですよ、自撮り棒でも、そういう100均の製品になって日本に戻ってくるっていう感じの輸出をしてますね。はい、まあ輸入とかね、輸出を結構するんですけど、はい、まあね、僕始めたばっかりでこんな偉そうなこと言えないんですけど、まあ僕が行った配達先の中ではそんな荷物がありましたね。はい、まあなんず、まあ僕のちょっと、まあ数回しか行ってない僕のあれですけど、食品が多いっちゃ多いですかね、なんか、うん、まああと精密機械とかも、電子器具とかもね、輸入したやつをいろいろとこ持っていたりしますね。うん、まあね、まあ今のとこ僕は食品が多いんですけど、まあ多分何でも運びますね。はい、多分何でもどんどんこれからね、いろんなもんまた運んでいくと思います。はいはい、そんな感じでね、コンテナの中身、荷物はどんな感じなのかっていう質問に答えたんですけど、またね、新しい荷物、こういうのがあったよっていうか、またね、新しい荷物でこういうのがあったよって言ったら、またね、皆さんにお伝えしようかなと思って、はいはい、その感じでね、今日もね、今から、昼の配達行ってきます。はい、
ちょっと前にご飯も食べてね、元気いっぱいになったんで、配達ついていきます。今日また狭い道です。バイバイ。